もうしないで。こんな老いぼれが生き残ったところで。これからどうしたらいいんでしょう。お、チョコボ帰ってきたぜ。さすがチャンピオン、仕事が早いな。最後の1話も頼んでいいか。陥没道路でチョコボを見かけたとか。情報はこんなところだ。きっとうちのチョコボだ。頼んだぜ。俺はチョコボがいねえと何にもできない。どうしたものか。おう、バレット。ワイマ、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろと言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか。実験場に降りて地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む。皆さん、準備ができたら出発しますよ。
沈め。それで当てる。
ここでしかなくては悪くない動きだ頼もしいでしょ。サムのところで確認しよう。お、来たな、チャンピオン。おかげさまで、みんな帰ってきたぜ。これであちこちに物資を送れる。オンに着る。これ、よかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。これさえ持ってれば、いつでもタダでチョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。どうしようもない俺が、ウォールマーケットでやっていけてるのもチョコモのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。
私見たんだよ。神羅兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。本日の闘技場は前から楽しみにしてたんだ。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。限定だからお早めに。
ャンピオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつがシンラの追ってか。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。どんなんよ、こっちだ。逃がさねえぞ。調子に乗るな。
またいつでも来てくれ。さあ、相手を選んでくれ。
もこの調子。またいつでも来てくれ。
さあ、相手を選んでくれ。まだ
負けてはいない。